よく来てくれた。アンジェラ、いやガレナが持ち込んだオニキスブックらしき黒い本によって、研究施設が爆破された影響で一時的にベースキャンプのシステムがダウンした。現在全力で復旧作業を進めている。状況は厳しいが、みんなには引き続き尽力してほしい。ありがとう。早速だが新たな任務だ。フリーザ、黒ひげに続き、ジャンプ世界から現れる敵たちがレプリカを率いて世界中で暴れている。指揮系統の混乱、戦力の消耗も見られる現状だが、奴らに好き勝手させるわけにはいかない。君にもぜひ協力してもらいたい。期待しているぞ。少々遊びすぎましたかね。うん？おや、誰かと思えば、今度こそ殺されに来たんですか？おやおや、本気で私を倒そうというんですか？いいでしょう。では、面白いものを見せてあげましょう。なんと、あなたが尊敬する方のレプリカも作れてしまうのですよ。オニキスブックとキューブの力には驚かされますね。
パリでの戦いの報告は受けている。よくやってくれた。だがフリーザは逃亡し、世界各地での被害も収束したわけではない。喜んでいられる事態ではないでしょう。確かにな。私と同行してほしい。アジアエリアに密かが現れた。ベノムズに加担しているかは不明だが、好き放題されると厄介だ。君の活躍は調べさせてもらった。その上で君は信頼に足る人物だと判断した。 J フォースの戦力も限られている今、君にも前線に出てもらうほかない。そうか、よろしく頼む。転送完了しました。いや、僕に何か用かい？密か、誰と会っていた？秘密。やはりベノムズと手を組んだか。それも秘密。ただ僕は楽しみたいだけなんだよ。お前の都合はどうでもいい。正直に話せ。話さなかったら拉致が開かないな。ほら、楽しめるだろう。おらおっと、どうだ、んおっや、うん、作戦開始し、ダウジングチェル、ゼレフットン、やったち、ゼレアツオ、ゼレアツオ、これだ、どれ、おっと、ゼレアツオ、これだ、のゼレどれや、決める、ジャ決める、邪魔だ、そこせ、チェこれだし、おっと、ダウジングチェル、捉えた、ゼレやった、ダウジングチェル、やるだれやっ、これです、ちょっと荒っぽく行くぞ、ダウジングチェーン、死神クイズ、行くぞ、逃がす、邪魔だ、ダレア、ダレア、決める、死ぜた、その力、ダレア、ダレア、おっと、ダレア、やる、すばらしい。ダウジングチェック。待て、そいつはキューブに操られてなどいない。それに意識も失ってはいない。そうだ、やっぱりバレちゃう。ここで終わりにしちゃうのはもったいないから、もう少し待つとしよう。果実が美味しく実るまで。ひそか、話せ。私に何か用かな？あなたに贈り物があるの。気に入ってくれると嬉しいわ。
悪いが、お前たちの仲間になるつもりはない。仲間か。安心しろ、そんなくだらないものは求めていない。ほう。俺が求めているのは破壊だ。世界は作り変える必要がある。そのためには一度破壊しなければならない。お前の言っている世界とは、私がいるこの世界も含まれているのか？俺が興味あるのはあくまで現実世界だ。だがそのためにはこの世界から呼び寄せる必要がある。お前のような混沌をもたらすもの。私の力は知っているというわけだな。しかし一つ聞いてもいいか。現実世界を破壊した後、私がいるこの世界はどうする？お前の好きにするが。きりっといいだろう。ここは私にとって都合のいい世界とは言い難い。ちょうど変えたいと思っていたところだ。おい待てよルキア。グズグズはしておられぬ。なんだ貴様。長官、戻りました。やはりヒソカはベノムズと接触していました。やはりそうか。どうやらあんたの考えは間違いないみてえだな。ベノムズは現実世界に混乱を呼ぶ奴らをジャンプ世界から集めようとしている。そうと分かれば急ぐぞイチゴ。それからお前、何をほうけておる。さあ行くぞ。アイゼンが香港に現れたっていう情報が入った。本物なのかレプリカなのかは不明だが、どちらにせよ放置はできる。行ってくれるか。頼んだぞ。行くぞ、ルキアが待ってる。ゆっくり行くとしよう。どうやら焦ってくる必要もなかったみてえだな。ああ、そのようだな。そうか、お前は冷圧を感じられぬのだったな。所詮、偽物は偽物だ。騒ぎ立てる必要もない。俺たちが出てくるまでもなかったな。愚かな偽者が。あのアイゼンが感情に任せて剣など抜くものか。と、せい下がっていろ。これで悪道の81と、ただま次の舞白蓮。任せな。まだまだこっちだ。くらいやがれ。逃がさねえぞ。来いよ雷光砲。やな。マジでくそ、見せてやるぜ俺が。行くぞ。くらえ。ぶっ飛べえぞ。逃がさねえぞ。見せてやる俺の力。行くぞ残月。ぶっ飛べあまり面倒を受けさせる。バカに。おっと、よそ見してるぞ。81ランク。よい、なんだと。行くぞ。よそ見してるぞ。怪我すんぞ。
さあ帰るか。まさか今の冷圧は。イチゴ。ああ、間違いない。帰るぞ、戦いはこれからだ。遭遇したアイゼンはレプリカであったが、帰り際強大な冷圧を感じた。あの冷圧は本物のアイゼンだ。つまりアイゼンが自身のレプリカを使っていた可能性もあるということか。分かった、引き続き警戒は怠らぬように。厳しい戦いはまだこれからだ。ちょうどよかった、君に任せたいことがある。ガレナがレプリカを率いてサンフランシスコに現れたという報告が入った。あの女の目的は不明だが、このまま放っておけば壊滅的な被害が出るだろう。ミドリアと共に向かってくれ。行きましょう。転送完了しました。あら、またあなた。随分と可愛いお友達を連れているわね。お前たちの目的は何なんだ。一体何のために世界中で暴れ回っている。それを知ってどうするの。まさか協力してくれるのかしら。するわけないだろ。可愛いわね。いいわ、教えてあげる。私はね、そう、この世界に飽きてしまったの。感情や欲望を押し殺し、退屈な毎日を平和という言葉でごまかして生きている人間たちを見ているとつまらなすぎてもう耐えられない。それに力ある者が力なき者を守るなんて理解に苦しむわ。なぜ我慢するの。力ある者が自らの欲望に従順に思う存分力を振る。それによって生まれる憎悪、絶望の連鎖、感情のぶつかり合い、それが最高にそそるでしょ。私はそんな世界を見ていたいのよ。だったら力のない人たちはどうするんだ。そんなの私の知ったことじゃないけど、そうね、強くなればいいんじゃない。彼のようにそれができないならおとなしく死ぬしかないわね。違う、そんなの間違ってる。力は誰かを助けるために、守るために使うものだ。だから人は強くなれるんだ。あら、何も守れなそうなあなたがヒーローみたいなことを言うのね。だったら証明してみせなさい。見せてやりましょう。こっちよ、どこ見てるの。邪魔ね。これでどう。弱いわね。痛いわよ。食らいなさい。どきなさい。行くぞ。
逃がさないわ。えい、こっちだ。いや、つきあげ、出るや。あら、人は見かけによらないのね。あなたを見ていると昔の彼を思い出すわ。え、どういうこと？カインは元は人間だったの。彼はあなたたちと同じ正義とかのために力を使う熱苦しくてつまらない男だったわ。だけど信じていたその正義が彼を裏切り、愛する妻と娘の命を奪った。彼が正しいと信じていた者が愛する者たちを死に追いやった。あの時の絶望ったら最高だったわ。彼はその時気づいたみたいね、正しい力の使い方を。だからそれを自分のために使うことにした。新しい世界を作るため、今の世界を壊すことにね。これで満足かしら。そろそろこのレプリカも限界のようだから。あなたは最後にどちらを選ぶのかしら。今まで戦っていたのは本物のガレナじゃなかったのか。今の話、そうですね、帰りましょう。来たな。新たな任務だ。久しぶりだね。ガレナの捜索からライトが戻った。申し訳ないことに収穫はゼロだった。君が戦ったガレナもレプリカだったと聞いたよ。それとカインが元は人間だったという話も。その件はガレナが私たちを惑わすためについた嘘かもしれない。確かに人間があんな力を持つのは考えがたい。私の方で調査を進めるので、真偽がはっきりするまでは新たな任務に注力してほしい。そうですね。では任務についてだ。これまでのベノムズの進行は現実世界を標的とすることが多かった。だがここに来てベノムズはジャンプ世界への進行拡大も進めようとしている。このままではジャンプ世界からさらなる敵が押し寄せてくる可能性が高い。それを阻止すべく悟空、ルフィ、ナルトたちがすでにジャンプ世界に向かった。君にも彼らの応援に向かってもらいたい。頼んだよ。転送完了しました。よっ、よく来た。敵は手強い。気をつけろ。どうした諸君、こちらはいつ始めても構わぬのだよ。セル、おめえベノムズの仲間になって何企んでんだ。誤解しないでほしい。私は彼らの仲間になったわけではない。一時的に手を組んだにすぎない。
利用できるものは利用するだけだ。さあ始めるぞシュン。ピッコロいっちょやっぞ。なかなかやるじゃないか。注目すべきは孫悟空だけではないようだな。だがこの続きはまた今度にしよう。なんだセル、決着つけずに逃げんのか。孫、よせ。今はセルだけに構っている暇はない。ピッコロの言う通りだ。お前たちの敵はこの私だけではない。心ゆくまでこの混沌を楽しむがいい。私も大いに楽しむとしよう。お前は先にベースキャンプへ戻れ。まだ残ってるベノムズたちはオラたちで何とかできる。おめえは他の奴らの応援に向かってくれ。転送完了しました。来たか。期待しているぜ。麦わらに革命軍の参謀総長、それにまたおめえか。勢ぞろいでお出迎えたご苦労なこった。でもよ、悪いが俺は新しい仲間のスカウトに忙しいんだ。そこどいてくれねえか。誰が毒か。死に急ぐなよ。ぜあ。行くぞ。ぶっ倒してやる。
ってやり、行くぞ。これが俺の闇の海の力。ふいっと。うわあ。ライダー。逃げんなよ。ゴロゴロの。レッドホーク。行くぞ。吹っ飛べ。ゴロレッドホーク。と。いいだろ。クロウズ。よっ。ほら、バウンドマン。くらえ。大丈夫か。これが俺の闇闇の夢の力。動くなよ。強えな。こりゃ参ったぜ。今日のところは退散だ。待て、黒ひげ。またな、麦わら。くそ。お前は先にアンブラスベースに戻れ。俺たちは残って調査を続ける。どこも戦力不足らしいからな。お前が行けばみんな喜ぶだろう。頼んだぞ。転送完了しました。やっと来たな。遅かったな。待ったぞ。今回の相手は手強い。けどこの3人ならなんとかなるってばよ。大筒木勘弁や。すげえチャクラだ。ああ、チャクラとは、わらは唯一のもの。我が物顔で乱用するにとどまらず、別の世界へ持ち出すなど我慢ならぬ。ここで死ね。やってやる。
助かったといったところだな。ああ、すべてのチャクラの元だってんだから強くって当たり前だってばよ。お前は先にベースキャンプに戻って他の奴らの救援に向かってくれ。どこも戦力不足。お前が行けばみんな助かるだろう。かぐやが引いたか。何？いつの間に。これ以上俺の邪魔をするのはやめろ。別に邪魔してるつもりはねえよ。ただお前がひでえことばっかすんのは黙って見てらんねえよ。ヒーローというやつか。虫巣が走る。ヒーローは世界を救う正義のために。俺はその世界を壊してやる。正義を否定し力が支配する世界を作るために。支配？そうだ、それがこの世界のあるべき姿。力を持つこの俺、世界を作り変えてやるのさ。力だけで世界が作れるかよ。そんな簡単じゃねえ。それがどうして。正義を信じたせいでこの醜い世界に殺された者がいる。彼女たちだけが犠牲になって、他の者たちはぬくぬくと生きていくというのか。何言ってんだ。新たな世界のために消えろ。おとなしくしていろ。
砂漠総体操封印バカだな。ここだ。くっだが十字章どこを見ていっぱいイグニッションバレット。くそつか任せとけ。なんだと。まだやろうというのか。もう諦めたらどうだ。ここで止めねえとまた世界を壊しに行くんだろ。俺は諦めねえよ。俺が諦めるのを諦めろ。やる気は十分だ。しかしだったらいい加減にしたら。後ろの足手まといをかばいながらでは本気を出せんだ。誰かを守りながら戦う愚かだ。俺は仲間を守りてえだけだ。助けに来たぞ。なんと遅くなってすまねえルフィ。それに悟空のおっちゃんボロボロじゃねえか。あいつそんなに強いんか。まあ強いってもんじゃねえってばよ。三人集まればどうにかなるとでも思っているのか。どうだろうな。けどやってみねえとわかんねえぜ。なき者は消えろ。大丈夫か。それがヒーローか。誰かを守るために戦うだ。お前はどうだ。ただ守られているだけではないか。あいつの言うことなんて気にすんな。俺たちは仲間だ。仲間が助け合って何が悪いんだってばよ。仲間か。都合のいい言葉だ。お前は目障りだ。お前のような弱者もここにいるには対しない。これで分かった。力なき弱者があがいたところで結果はこの通りだ。情けねえ顔すんな。そうだぞ。お前は弱くなんかねえ。思い出せ、これまでお前がベノムズ相手にどんだけ戦ってきたか。そうだってばよ。おめえはまだまだ強くなれんぞ。ガラ逃がすんだ。しかしここは俺たちに任せろ。ガラ、そいつを頼んだ。分かった、行くぞ。お前のせいじゃない。お前はよくやった。あの3人なら大丈夫だ。カインの力は強大だった。自分を責めるな。